はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介するのはですね、お寺の和尚さんがお召しになる法衣なんですけども、非常にね、目立つシミがついていて、これ何がついたかと言いますと、灰がついちゃったそうです。まあ、灰を扱うお仕事ではあるんですが、まあ、これだけね、汚れがついちゃう、ひっくり返しちゃうというふうなことはちょっと稀なんじゃないかなというふうに思います。ちょっと撮影台にね、何か敷かないと、ちょっとこのままじゃ撮れないというような状態なんですが、粉がね、表面についていて、これを取ってくださいというふうなことなんですけども、軽く払って、お持ちいただいてますので、動かしただけで、粉が落ちるというふうな、灰が落ちるというふうなことはないんですけども、ちょっと厄介な状態になっておりますね。油の汚れが油性の汚れで、汗とかね、そういったものが水溶性の汚れ、お醤油とか、そういったものが水溶性の汚れだとすると、灰は水にも油にも溶けない不溶性、どちらにも溶けない不溶性の汚れになるかと思います。泥汚れなんかと一緒ですね。こちらをじゃあきれいにしていきたいと思います。すごい広範囲にね、ついちゃってますね。もともとのお色というのはこういった黒の お色なので、素材はね、多分化学繊維です。化学繊維 100% だと思います。きれいになりました。薄くなったとかね、そういったことではなくて、完全に取れております。大丈夫です。まずね、掃除機で吸うというようなことをしてもですね、全く変化しませんでした。きっとね、お客様ご自宅で掃除機で吸ったんじゃないかなというふうに思います。次にですね、まあ、家庭にはないと思うんですが、エアーで飛ばすというような、エアーをかけるというような作業をしてみても、ほぼ変わりありませんでした。掃除機で吸ってあるので、もう飛ばせるようなね、灰が残っていないんだと思いますね。ブラシでこするをするとですね、薄くなります。ブラシでこすってから、その後別の前処理をさせていただいて丸洗いをしております。ただ他のお洋服と一緒に洗えないので、これ単品でね、丸洗いをさせていただいたんですけども、全体処理をする中で、綺麗になっております。前処理で完全にシミが取れなくても、そのシミを落としやすくするような前処理をして、全体処理で一網打尽にするというような流れでございます。これはご家庭のシミ抜きにも十分通用するようなことでございますので、どうしてもその丸洗いする前の前処理的なシミ抜きで完全にシミを取りたいという気持ちになるのは分かるんですが、どうしてもご家庭のシミ抜きの場合、こする、揉むといった物理的なシミ抜きがメインになるかと思います。たまたま今回のシミがですね、灰というようなことで物理的なシミ抜きをしたんですが、それでも前処理で完全に取ろうとは思っていません。シミを取れやすくするような、こうすればきっと全体処理で落ちやすくなるぞというような作業をしてから、全体処理が終わったところで完全に取れたというふうなことになっております。これご家庭のシミ抜きでもぜひね、同じことをしていただきたいなというふうに思うんですよ。ご家庭で丸洗いできるものというのはですね、そのシミがついたのを知ってるんであれば、一手間かけてあげることで全体処理での洗浄力がぐんと上がりますので、それで、洗ったら取れたというふうなね、ただ洗うよりは確実に取れやすくなるかと思いますので、ぜひお試しください。ただね、やっぱりその今回は不溶性、水にも油にも溶けないというようなシミの特性からですね、こする、揉むといった物理的なシミ抜きをしましたが、油性のシミとか水溶性のシミだなというふうに分かる場合、特にその水洗いで落としにくいのは油性のシミですから、その油性のシミの部分にね、ぐいぐいこすっちゃうというふうなことはどうかなというふうに思うんですよ。だからその前処理で完全にシミを取るんじゃなくて、落としやすくするだけで十分ですよというのは、そのぐいぐいこすっちゃうとね、やっぱり生地の繊維素材の中にぐいぐいシミが入り込んでしまう可能性がありますので、トン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 とかね、優しく優しくとか、あまりこすらないとかね、そういったことを意識して、落としやすくするような処理をしてから丸洗いをしていただければなと思います。すいません、今日の事例とね、また関係ないお話をさせていただいてるんですが、前処理をして全体処理でやっつけるといった事例でございます。いい感じに綺麗になりました。ご利用ありがとうございます。